あのここはまあおもちゃ屋さんギャラクシートイズっていうところからスタートするんですけれども、はい、まあ、終盤のバトルが終わった後ちょっとねあのおもちゃ屋さんの中を冒険していただくという感じのステージ構成になってます。はい、はいはい、で目の前に、ガチャガチャがありますので、まあ、そこの中実はこれを使って、はい、あのおもちゃ屋さんの いろいろなフロアに移動することが、なんとできます。はい、なんでねもうおもちゃなりきってガチャガチャの中に入っていっちゃってください。はい、あ、この空とドナルド、グーフィーもみんなおもちゃの姿ですね。そうですね、ちょっとねブロックっぽい形になってると思うんですけど、はい、結構細かいところこだわってまして、あの、まあ、ネジとかいろいろおもちゃライクなところにクイーンがついてます。でここでジャンプをして、はい、でホップ左スティックでポンポンと簡単にこういろいろ、はい、簡単アクション、はい、気持ちいい。まあいろいろレールがいくつかあるんですけど、はい、今回は、はい、2番の方に行くと2階の方のフロアで冒険ができますので、はい、そっちの方、あ、こちらスライドアクションですね。あ、はい、今回特徴、はい、でいきなりバトルになりました。はい、ね、で頑張ってください、頑張ってください、戦います。はい、目の前にはちょっとね、ヘリウムタンク叩いたんですけど、実は声が変わったの。あ高いヘリウムタンク。こんなタイミングでちょっとね、このタイミングで声が変わりました。まさかのタイミングで。はい、お、いろいろね、シチュエーションコマンドっていう左側の三角のところで、はいはいはい、コマンド出たんですけど、はい、三角ここで押すと、実は、はい、三角押す。あ、これね、アトラクションをいきなり出してきました。はい、なんかすごい、はい、アトラクションですね。今回大きな特徴は、はい、ゲームの中でテーマパークのアトラクションをですねこのまま出せちゃうというところで、今バイキングシップで戦う。これ攻撃ですか？はい、攻撃です。これはこんな美しい攻撃ありますか？反応、はい、をつけてるんです。当たってますね。当たってます。丸ボタンで、はい、丸と四角でこう攻撃ガンガン当てながら、はい、はい、で目の前にロボットがいますけども、あ、倒せましたね。はい、あ、いやまだですね。まだまだ。わかりました。かなりちょっと強そうな感じしますけど、はい、あ、でここでですねゲージを貯めると、はい、あの武器の変形をすることができるんですけど、トイストーリーのリプレイなんで、これハンマーですね。ポンポンさんすごい勢いですね。なんか、はい、なんかねすごいですね。いきなりガン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 いろんなコマンドを使ってくれてますけども、あ、はい、見てて気持ちがいいです。はい、やっぱ普段から ねこうゲームをプレイされてるのが伝わってきますね。はい、違いますね。キングダムハーツ。あ、でも倒したんですけども、しましたね、実はロボットはね倒すと乗り込むこともできます。お、乗り込んでみますか？はい、ちょっとね多分、はい、まあいいや、ここでじゃ乗りながらこう進んでみてください。何かあったんですか？大丈夫ですか？はい、先へ行って、はい、ちょっとね、次のエリアへちょっと、まあ、一回降りちゃってもいいですけど、はい、どっちでもいいですわ。はい、もう先に進んで次はですね、はい、次の怪獣エリアで実はロボットで使っていろいろ対決できたらいいと思う。はいはいはい、ちょっとね長くなってしまうのでイベントの方をスキップしちゃいましょうか。はい、じゃあぜひねこの後皆さんでプレイした時に、そうですね、プレイしていただいた時にあの楽しみだと思うんです。お、はい、でこちらですね、今回のおもちゃ屋さんはいろんなおもちゃ、はい、100種類色あるんですけども、はい、おもちゃがハートレスに乗っ取られてるという設定で、まあ、悪者がおもちゃを乗っ取って、なんかこうおもちゃでおもちゃっぽい動きでこうカタカタしてるんですけれども、はい、もうあの悪役としてまあ戦ってきます、はい、おもちゃならではですよね、こう上半身がぐるぐる回ったりとか。あ、確かに確かに、はい、なんかちょっとこれ不思議なあの怪獣なんですけど、はい、実はあのサクラダファミリアをテーマにしてまして、やばいやばい、背中のなんか部品がスペインのこう建築物にちょっと似てます。あ、すごいところからテーマ持ってきますね。いろいろね発売してます。想定外のところからですね、びっくりしました。すぐ横にですね、はい、ギガースのロボットがあるんで、それ乗ると割とロボットが後ろの方にこちらあります。これですかね。はい、ギガース乗ります。乗り込むとどうなるんでしょうか。どうなる、似合いますよ。はい、いろいろできそう。はい、ガンガン撃ってください。ショットなんかはまっちゃってますけどね、この助けるような意味も込めてね、はい、で倒してあげましょう。倒してあげましょう。倒してあげましょう。はい、でこれで、まあ、ロボットに乗りながらいろんな人が、おお来た来た、はい、助けてあげてるのに、あ、倒しましたね。早いですね。ロボットね強いんですけど、まあ、はい、いろいろと、まあ、ちょっと操作がまた全然ほろりと変わって、はい、ももさんねもうすぐ操作できちゃってびっくりだった。あ、はい、はい、ねえ、でもこの直感的に操作できるっていうのはう、ね、結構ゲームプレイの上でそうですね、はい、あの大事かなと思うんですけど、はい、うちの今回のゲームについてはそのワールドごとに全然違う仕掛けだったり乗り物がいろいろありますので、はい、まあ直感的にすぐ操作できるっていうところはポイントにしてますね、うん、キングダムハーツはやっぱアクションの簡単さというか、そうですね、簡単だけど派手なことができるっていうのが魅力ですよ、ね、はい、すぐだから思った通りに操作できる。ちょっとここも飛ばしちゃいましょうか。飛ばしますか。はい、時間があれですから、まあ、今回はこう仲間たちがみんな離れ離れになってしまったのを見つけているみたいな感じなんですね。そうですね、はい、そういう感じになります、はい、まあ、仲間離れ離れになったので、まあ、助けに行かなきゃいけないんですけれども、はい、
おもちゃ屋さんいろいろ探索します、はい、でちょっとね実はすごくいろいろ隠しネタいっぱいここあるんですけど、ちゃんと見たいけど、はいはい、ちょっとね時間がないので、はい、壁をバーッと登ってきちゃって、はい、はい、あの先行きましょう、はい、はい、もう全部ねこれオリジナルのアートで、オリジナルのおもちゃと同じ、はい、100種類以上あるんですけど、はい、あちょっとねちょっと違うゲーム、うちの他のゲームもちょっとちらりとあそこで見れますけど、はい、リシリアですけど、まあいいですわまあいいですわ、はい、まあいいですね、なっちゃうんですか、はい、いいですか、ちょっと時間がない、はい、パパッと登って気になるワードをたくさん残しながら、あら、はい、でここで空調に入りますけど、はい、ちょっとね迷路っぽいエリアになっておりまして、お、はい、まあちょっとそのステージの展開として狭いところと広いところでいろいろあるようにする方が盛り上がるんで、まあこういうところもありので、はい、はい、で、あ、いいですね、尺を考えてくださってますね、はい、ありがとうございます、華麗なスルー、ありがとうございます、はい、でここでジャンプで目の前のところへ入ってきます、はい、やっぱ体が小さくて軽いから、そうですね、空調でも浮くんですね、浮くんです、はい、あ、なんかあるけど、ちょっと宝箱にちょっとね、はい、気を引かれましたけども、はい、普段だったら絶対取りますけど、ね、たかったね、ちょっと欲しかったちょっと欲しかった、はい、ここがファンのトラップがあるので、ファンが吹くと押されてしまうので、お、はい、なんと吹かれることなく、あれの方で素早く、あ、もうでも通っちゃう、なるほどなるほど、大丈夫です大丈夫です、その先行ったらいいと思いますけど、はい、まあちょっとトラップもありので、先へ進んでいきます、はいはいはい、まあそこも宝箱、またちょっと気になっちゃいましたねちょっと心取られましたねちょっと本場さん気になりがちですよね何かもらえるっていう、いろいろねもらえるものいっぱいあるんで、ちょっとね、はい、あのね、まっすぐ行くとここで、まあお人魚さんのエリアに入りますプライベートでのプレイみたいにしたもんね、今ね一瞬もうちょっと確認するみたいなこのルートもあるのかみたいなね、はい、でここもちょっと飛ばしちゃって、はい、はい、人魚さんのエリアに一応入るんですけれども、ここでですねちょっとね変な音をしている、お、音が出るおもちゃを探そう、そこに、はい、あの仲間がいるというところのヒントが出ました、お、なんかこうさっきとは一風変わってね、なんかこうちょっとファンシーなエリアに、そうですね、な感じですね、はい、人形ちゃんが、はい、いろいろあるんですけどね、ぬいぐるみかわいい感じで、まあ、これも戦っちゃいましょうか、いろいろと、ね、やってみましょうか、はい、今回ねキーブレードも一応いろいろ変形するだけではなくて、はいはい、あの左右のキーでですね、はい、切り替えることができるんです、おお、これはモンスターズインクのキーブレードになったりとか、はい、でモンスターズインクは、モンスターのテーマなので三角を、あ、L2 を、あ、どうしようかな、もう一つ面白いのも出ちゃった、なんでしょう、これね、ロデオロケットも出ちゃう、出しちゃいましょうか、やっちゃいましょう、はい、いいんですか、連携技です、お、はい、おお、出ました、ロケット出ました、はい、ウッディとバッド一緒に飛んでいる、原作にもあった、なんだこれは、何を押したらこれね丸ボタンで攻撃、丸ですか、はい、近づいて丸ボタンでどん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 、お、気持ちいい、気持ちいいですよ、自由に飛び回れる連携技ですね、これもね映画の中の名シーンですよね、そうです、映画の中でもあったものをそのまま取り入れて遊べるという、フィニッシュ、フィニッシュで三角でドーン、一緒に乗れるなんて、わー、ドーン、花火が打ち上がったね、はい、実はですね花火の中に、はい、あのバズ・ウッディのこう帽子だったり装備品の形をしてエフェクトが出たりとか、かなりこだわって、細かい、細かいんですよね、はい、はい、こういう感じです ね、 いいですね、ちょっと先にじゃあ、はい、進んでみましょうか、はい、でですねちょっとここら辺ミュージカルトーズっていうちょっと不思議なおもちゃがあるんです、はい、彼らがちょっと音に関係するのではないかというところですね、そんな感じがしますね、はい、なんでちょっと先へ進んでみましょう、いきますと、はい、あのカエルのオーケストラですけれども、なんかレコードがありますね、レコード、はい、レコード、なんかありましたねこれ、はい、でこれで走ってみます、すると楽器が空の動きに合わせて、おー、はい、動き出します、なんだそら、でこちらもね原作の中で、はい、ウッディがレコードを回すっていうものがありまして、はい、そこちょっと一緒に連あの、はい、持ってきてたりするんですけど、嬉しいですね、嬉しいですね、こういうのは、このカエルたちもすごい可愛いですね、そうなんですよ、本当に可愛いおもちゃ、はい、おもちゃとして欲しいぐらいですねこれはね、ね、可愛いですね、はい、これオリジナルってことですね、そうなんですよ、オリジナルおもちゃたくさんあるんですけど、こちらも一つのオリジナルのおもちゃになります、エセさんお気に入りの、おいおい、そら、オーケストラたちの方から変な音がするよ、変な音がする、わかった、ウッディ、そのままレコード止めないで、おいおいおいはい、で、そうですね、変な音をするやつを探せってあいつですね、はい、どう見てもちょっとね、変な動きも変ですね、音だけじゃないですね、かなり分かりやすいですね、この人形を調べる、はい、
ウッディ走ってるちょっとね、ウッディがちょっとかわいそうになってくるんですけどね主役なんですけどね、本来楽器の中に何か詰まってるよ出してあげよう、うん、あ顔もちょっとやっぱりちょっとおもちゃですね。そうなんですよ。なすごく全部あのおもちゃに合わせていまして。うん、あ、こいつ見たことある。はい。五丁。五丁。五丁なんだ。いろいろいるんですよ。五丁と軍曹といろいろ。はい。大丈夫か。はい。彼が連絡の途絶えた隊員だな。ハムを見つけたって。はい。しかし報告している最中に大きな手に掴まれて。ここにねじ込まれたんです苦しかったねハンがどこかに閉じ込められているかもしれません早く探しましょう待て五条その体じゃ無理だいいですねこの寸劇というか撤退するのも勇気だそれに見たまえ我々には頼もしい仲間がいるかわいい私は五条を入り口まで連れて行きますあと頼みます代わりに探してあげるってことですね、はい、そうですねまあウディまだ走ってますけどねはい、おいおいおいどういうもうね、本当走んなくていいんですけどねもう終わってますからね、はい、かわいいですね忘れてたって言われちゃった任務は終了だ早く行ってくれないとはあ、休んでる暇はないぞ、ウッディ。次はハムだ。はい、ということで次はハムを探しに行くというところで、なるほど、はい、進みます。ハムってあの豚の貯金箱の、そうですね、豚の貯金箱です。はい。さあどこにいるどこにいるんですかね。また敵もね出てきたりとか。そうですね。していますこの丸いやつがね、硬くて嫌なんですよねはい、ラジボディって言いまして、背中から攻撃するといいですねあ、なんか揺れてますよ揺れてるものがありますね、なんでしょう調べましょうあ、開いた開いた見ましたやれやれやっと出られたこいつよかったこいつ知ってる貯金箱ですね案外快適だったぜ家具も揃ってるしなはぁ本当に生きてるぞはいおぉ怖い怖い怖い出ましたちょっと世界観が違うはいおぉなんだかなり怖かったですけどどうしたあいつだあいつが俺を閉じ込めたんだハム隠れてるんだすまないが、二度と閉じ込められるのはごめんだこいつも操られてるのかみんな、油断するな、はい、この子もお人形ですか人形ですね、なんかいろんなおもちゃがね、ここでは操られちゃってるっていう設定で、はいはいはい、あー、強そう、はい、強いですよね、はい、気をつけないとですね、やられますねちゃんと回復しておいてはいすごいですね、はい、ってね乗っ取られてるのでやばいあの不思議な動きをしたりしますけどはいはいはい乗っ取られてないときは普通に可愛い感じのそうなんですよ可愛いおもちゃなんですよまあ助けてあげるということでなるほどはいはい中にいるハートレスを倒さないといけないあいいですねはいなんか来そうやばいやばい回復やばいやばいあ、やばい MP が足りないドナルドドナルドドナルドあたりがアイテムがありますよアイテムがありますかあポーションソラあいいですねはいこれでロデオロケットとか一回かましちゃうロデオロケット三角ですねはい来た来たーあこれ強いやつ強いやつですこの間中は無敵ですかそうですねこの間なるほど、はい、おいいんじゃないですかだんだん行きましょうだん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 行きましょうおーい気持ちいいで残り時間が短いからフィニッシュそうですねゲージが終わるまでに三角で花火とおお花火が上がった、はい、まだでも倒れてませんよまだ倒れない硬、はい、はい、ガン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 行きます硬いっていうのいいですねガチな感じがしてすごい、はい、アサルトクロー出ましたアサルトクロー使ってみましょう、はい、
モンスターズインクなんで、はい、モンスターズインクなんでこれ爪になりますね、はい、あー、なるほど、忍者のような動きをして、両手使いはなかなか難しいですね、はい、あ、強い強い強い、はい、倒しました、やった、なんと、すごいですね、スムーズに、